ちゃっ、こんにちは、斉高さん、はい、今日もドラフトです。はい、まだあの皆さんドラフト熱が冷めやらぬうちにというところで、はい、巨人、阪神、注目の2チーム、はい、一体誰を取りに行くんだろうというふうに注目されていました、はい、で阪神も巨人も金丸投手行ったんですけれども、くじでは引けず、はい、で阪神はその後井原投手、社会人です、行きました、はい、で巨人は石塚選手、はい、まあ、高校生、高校生行きました、はい、であと阪神は今朝丸投手、はい、で巨人は浦田選手というふうに、はい、ピッチャーと内野手というふうに巨人阪神分かれました、まあ、そうだな、はい、まずはちょっと巨人から見ていきましょうか。まあ、巨人はチームの全体的に見ると、はい、やっぱりピッチャーの若手もいるし、はい、まあ、戸郷っていうのもまだ若いしね、はい、やっぱこう素質豊かな投手陣はまあまあいるよ、はい、で中継ぎ陣も安定してるしな、うん、だからそういう意味では野手陣、うん、点が取れないとか、うん、まあ、そういうことから考えるとやっぱ野手を補強する、これはもう当然の策だよね、はい、うん、だから、まあ、石塚行ったけど、うん、はい、まあ、将来的な坂本勇人、うん、に育てたいというね、うん、いやまだまだのところはたくさんあるよ、はい、それはもちろん、うん、まあ、だけど素材的には坂本勇人の2世というふうに、まあ、言われても、うん、あ、いいぐらいのものは出してきてくれるといいな。そうです、まあ、そのぐらいのものは、うん、あるとは簡単に言えない選手だから坂本勇人。そうですよ、そうですよ。そうそう、いやだからより近く、うん、ね、行きたいなという。で坂本勇人もいるしまだ巨人。そうですよね、いるうちに。いやだからいるうちにね、うん、もう生きた教材だよ、はい、ね、話す一言一言がやっぱ勉強になるというかね、うん、まあ、そういう風になってほしいし、うんうん、まあ、それで石塚もそういう風に学んでほしいしな、うん、そのバッティングスタイルっていう意味では坂本選手に近いものがあるんですか？いや近いものがあると思うよ、うん、それをやっぱ追い求めてると思うよ。あ、うん、そうなんですね。豊さんならじゃあこの石塚選手っていうのをどういうふうにバッティングコーチとして育てていきますか？バッティング、はい、まず彼がどういうふうに考えてるかどうかだよね、バッティングは、うん、でホームランバッターになりたいんだったらなり方の打ち方とか、はい、それとかウエイトっていうか、はい、体幹を鍛えていかなきゃいけないし、うん、それはやっぱ本人の考え次第だけども、うん、巨人がどういうふうに育ってほしいっていうことがあると思うんだよね、はい、だからまあ坂本みたいに、まあ、その、まあ、中距離ヒッターでもいいから、うん、まあ、アベレージを残し、うん、まあ、首位打者を取ったりだとか、はい、ショートでも、うん、で若い時は走ってたけども、うん、まあ、ある程度走れる選手、うん、まあ、こういうことを目指す。だからバランスよく育ってほしいと思うよ。今巨人にこういったタイプの選手っていないんですか？いるはずなんだよ、はい、いるはずなんだけど成長度が弱いよね。あ、うんうんうん、いやだから例えばその門脇だって、うん、今ショートのレギュラーでやってるけども、はい、なんか物足りなさがあるのかなって思うよね。うーん、とか、はい、あとは伊豆口も、うん、もうそうだよね、はい、あと中山ライト選手も、まあ、中山ライトももちろんそうだよね。へ、いやだからここら辺でやっぱ内野手を1位にしてくるっていうのはうやっぱ誰か出てこないとね。外野手ではなくてやっぱり内野手だったんですね。外野手ってね潰しが効くんだよ、はい、ある程度内野でダメな人間を、うん、やっぱ外野手にするっていうのはできるけど、うん、外野手でやっぱダメだなって思うのは内野できないんだよ、うん、だからそういう潰しが効くような選手は取るよね。なるほど、うん、だからといって潰しちゃダメだよ。もちろんもちろん、石塚もね、うんうんうん、そうですよね、はい、でもそこの例えば門脇選手だって伊豆口選手中山ライト選手に勝ち抜くだけの素質っていうのは持っている？持ってる。おバッティングはね、バッティングもうね大学生レベルだよ。4年生ぐらいの そうなんですか。いやそのぐらい あのパンチ力持ってるし、はい、あのスイングスピードがあるし、うんうん、だからそんなにあの大学生と遜色ないよ。ただ守備という面に関しては、うん、まだキャリアが必要だな、まだノックが必要だなとは思うけど、うんうん、まあ、だけどバッティングにこと関して言えば、はい、やっぱそのぐらいのレベルはある、うん、どのぐらいでファームで育てていきたいなっていうふうに思ってるんですかね？2年。2年か、2年。まあ2年目に、うん、なんかこう経験ができるぐらいのチーム事情があるといいな、うん、あそうですね、うん、やっぱチーム事情があって、うん、いやこれはもうちょっととてもじゃないけど経験させるとか、うん、そういう余裕はないって言えば3年目からなるかもしれないけど、うん、守備って本当にね自分の意識で全然変わるんだよ、はい、だその意識と取り方基本をしっかり教えて毎日受けてれば、はい、これは1年で完成してくるよ、うん、センスがあれば、はい、だからそのセンスは持ってると思うんだけど、うん、
だあとはバッティングっていうのはスピードになれるかなれないか、はい、変化球になれるかなれないかだから、うん、だから彼の素質を持ってすれば、まあ、坂本勇人の後を追うような、うん、2年目から1軍のキャンプでみたいな、はい、で2年の途中からでもいいから出てきてくれると嬉しいよね、うんうん、そして2位指名になったのが、浦田選手、うん、こちらも内野手、まあ、これはね即戦力っていうか、はい、もうね、体がちっちゃいんだよね。小柄なんです。だけどその分俊敏なんだよ、はい、まあ、例えば一番この子が打てるようになったら、うん、相当ジャイアンツは嫌だと思うよ。ジャイアンツは嫌だ。いやだから他のピッチャーね、他のピッチャー、あー、他から見て、うん、ああ浦田一番やばい選手が育ってきたなっていう風になる、うんうん、いわゆるその走られるスピードがあるっていう意味でっていうことなんです、ね、あるある。それとミート力があるからね、はい、で長打はないけども、うん、やっぱミート力と足が速いんで、うん、内野手は相当前に来ると思う。なるほどね、本当そうだ。だからヒットゾーンも増えるし、内野安打とか増えますよね。塁に出たら、まあ、盗塁っていうことも、もうすぐ考えなきゃいけないしね。あとはこうね、すくいながらこうセンター前にポテンというのとか、そうだから、まあ、バットコントロールは非常にいいものがあるからね、うん、なんか一説によると中日の田中美希也選手の左番っていうふうにもいう方もいらっしゃったりとかするんですけど、うん、やっぱそうなってくると、まあ、そのぐらいのこう野球センスみたいなのがあるという、うんうんうん、で田中はやっぱこう体がね、はい、まあ、多少弱い部分があって、でも浦田っていうのはそんなこと考えなくてもいいと思う。わ、楽しみですよ、ね、うん、だからやっぱこうどこに入るか分からんけど、入ったとしたら一番に入れると楽しみだよ、うん、ただ浦田選手も内野手なので、石塚選手も内野手で、内野手巨人今いて、うん、だからもう競争だよ。阿部監督はやっぱり内野手欲しい、うん、スピードある選手が欲しいっていうのが巨人軍の求める理想像なんですか。だから阿部監督の野球だよね。守る、うん、守るスピード、うん、イコール1点、うん、はい、どうやって1点を取るか。そこは長距離いけるとか、うん、長距離砲とかっていう選手にはいかなかった。いかないな、ね、今でもね、今の野球からすると逆行してるところはあるんだ。うん、ホームランで決まるケースが多くて、うん、はい、やっぱホームランを打てる人の方がいいというふうに思うけど、うん、だけど阿部監督の中では、うん、いや1点はこうやって取られる方が嫌だとか、はい、取りたいっていう、そういうものがあるんじゃないの。なるほど、そういうことなのか、うん、でこれね、当初その金丸投手言っていて、これは菅野投手がメジャーで抜けるから、はい、やっぱ金丸投手、はい、でここで金丸投手取れなくてもピッチャーで行くのかなと思ったら、まあ、野手野手だったんですね、うん、これはピッチャーはこの1位2位で行かなかったっていうのは、まあ、これはやっぱり2軍でもそうだけども、うん、やっぱいい素材の人間がまだいるということだよね。あ、うん、だからまあ井上春人も育った、はい、俺横川も育つと思うんだよ来年ぐらいにね、うん、そうなってくると、まあ、菅野が抜けた穴でも、うん、こうみんなで埋めれるような、はい、まあ、そういう形もあるし、で中継ぎ陣が、うん、まあ、充実してるじゃない、はい、まだ余ってるぐらいだから。そうですね、下にも下にもね、うん、だからその中でも若手が素材のいいピッチャーの方がいるのかなっていうことなんですね、うん、そう、続いて阪神ですけれども、はい、阪神やはり金丸投手行きました、はい、そして、くじ引いて取れなかったんですけれども、社会人の井原投手、うん、あとは高校生の今朝丸投手を1位、はいはい、2位で行きました、はい、まずこの井原投手なんですけれども、うん、社会人行きましたね阪神は。まあそうだな、うん、まあ、即戦力ということで言えばね、はい、やっぱ社会人の方がいいと思うし、うん、で伊藤将司が今年悪くて、うん、はい、左という意味ではやっぱ補充をしておきたかったという、うん、あとはやっぱこう押すピッチャーよりも引くピッチャーを選んだということだよね、はい、だから最近主流的には押すピッチャーが多くて、うん、抜くピッチャーが少なくなってきてるんだよね、はい、だからここら辺はより早く抜くピッチャーを取って当てるという、うんうんうん、まあ、そういう形を選んだのかなというふうには思うけど。なるほど、まあ、スピンの効いたストレートを投げ込む左腕ということで、はい、勝負どころでの強くのピッチングが光るっていう、うん、まあ、そうは書くわな勝負どころでは逃げるピッチングを選ぶなんて絶対書かないよな絶対書かない絶対書かないけど、うん、やっぱり伊藤将司がね成功したように、うんうん、
いかに抜けるか、はい、そういうことのピッチャー、押すピッチャーって本当多いからさ、今な傾向としては傾向としてはね、150キロとか、はい、155とか、うん、もうとにかく球が速ければいいみたいな、うんうん、まあ、そういうピッチャーが増えてきて、うん、駆け引きというか、はい、抜いたり駆け引きしたりだとか、うん、するピッチャーがちょっと少なくなってきてるから、うんうん、まあ、藤川球児監督は、うん、そっちを選んだのかなっていうふうには思う。そうですね、で同じ左で言うと今中継ぎにいる富田蓮投手もいますけれども、はい、例えば井原投手は富田蓮投手と例えば競争させたりとか、うん、そういったことに藤川監督は、いや競争というよりも、うん、まずはこう与えると思うよ、チャンスを、うん、与えて見ると思うよ、うん、まあ、例えば取ったけどいやこれ先発向きじゃないなっていうこともあるし、うんうん、いやこれは中継ぎの方が向いてるぜっていう時もあるし、はい、だそれはチャンスを与えながらそのどこで使おうかっていうのは見るんじゃない。なるほど、まあ、伊藤将司投手ももちろん先発で行ってただなかなかうまくいかなくて中に回った、なので藤川監督としてはその伊藤将司投手も先発なのか中なのかっていうところの、いや先発だな、うん、あ、そこもそうなんですね、やっぱ今年の使われ方見て、うん、中継ぎの投げ方見て、うん、やっぱ無理だわ、先発なんですね、先発なんだよね、うん、そうかそうか、じゃあやっぱり、まあ、左のピッチャーで言えばそういった左はね潰しが効くから、あ、そうなんですね、うんうんうん、だから例えば投げ方変えたら変則になって、うん、左の貴重な左腕になるとか、うん、まあ、そういうこともあるし、うんうん、まあ、だけど井原っていうのはまず先発でいくと思うよ、うん、まずは先発で、うん、そこからスタート、はい、さあそして、まあ、金丸投手ダメ、そして井原投手取った、そして2位も投手でした、今朝丸投手、今朝丸ね、報徳学園、はい、うん、あ、やっぱり面白いよ、うん、身長あるし角度あるしね、はい、いいけども、まあ、高校生では村上っていうふうに、うん、神戸広陵の、はい、まあ、言われてたんだけども、うん、やっぱ今朝丸も、うん、やっぱこうなんていうの、伸びしろがあるというかさ、はい、だから非常に面白いなっていうふうに思う、うん、あとはやっぱこう体が柔らかい、はい、可動域がものすごい広い、うんうん、だからこれはなんか佐々木朗希に匹敵するというか、健康骨とかね、うんうん、まあ、そういうのが、うん、だから体幹がもっと鍛えられて行けば、はい、非常に面白いピッチャーになると思うよね。あとやっぱ長身でこうひょろっとしてると、はい、やっぱ才木投手、はいはい、にもこうちょっと似てるのかなではないですけど、うん、ああいうふうに育ってきたように同じように育てたいっていうふうに藤川球児監督も、まあそれはあるだろうな、うん、まあだけどモノマネとかじゃなくて、うんうん、才木っていうのはこうオーソドックスにこう投げ下ろすんだよね、うんうん、だけどなんか佐々木朗希ってなんかゴムみたいになってんだよ、なんかビュンビュンみたいな、はい、ムチみたいな、うん、まあ、そういうピッチャーの方がいいのかなと思う、今朝丸はね、なんかそうムチのようなしなやかさみたいな、そうだから、まあ、そこら辺はちょっと佐伯とは違うと思うけど、うんうんうん、だから今朝丸もやっぱこういいピッチャーだよね、角度もあるし、うん、可動域が広いから、うん、それを全体に使いながらこうやっていくと非常にタイミングが取りにくく、うん、まあ、抑えられると思う。藤川球児監督はじゃあこの井原投手、今朝丸投手っていうのはキャンプ、春のキャンプではどういうふうな、はい、まあ、井原は一軍に連れていくと思うけど、うん、今朝丸はまあ見たいと思えば一軍に連れていくだろうけども、うん、はい、まだちょっと早いって なってくると、まあ、二軍スタートにはなるだろうね、うん、まあ、慌てることはないよ、慌てることはない、今朝丸投手、慌てることはない、よっぽど困ってたら、はい、いやもうちょっと来てくれみたいな、うん、あるかもわからないけど、うん、そこまでは困ってないでしょ、いやきちんと下で育ててから、もちろんもちろん、だから故障が一番怖いからさ、プロ入って、そうですよね、うん、だから、うん、故障するほど弱くはないと思うけどね、今朝丸はね、うん、まあ、だけど、まあ、そこら辺は自主トレからこうキャッチボールの姿とか、うん、こう見て決めていくんじゃない、うん、なるほど、うん、いやでもね、巨人は本当に野手行って、阪神はもう金丸投手のところからもう投手を貫き通してっていう、阪神3位もピッチャーなので、本当にやっぱ藤川球児、いやだから監督らしいるんだよ、うん、野手はファームにいつぼとかもいるし、まあまあまあそうですね、結構いい選手はいるよ、あと内野手に山田選手もいますし、そうか、これは藤川球児監督じゃなくて岡田監督だったらまた違ったんですかね、ちょっと違ったかもわからんな、うん、岡田監督は左バッターが不足してるって言ってたから、はい、左バッターに行ってたかもわからないな、ということ
とやっぱり監督変わると藤川さんの色っていうのはもうドラフトから出てきてるんですね。いやもう出てきてるな。そうかそうか。阪神巨人というとセリーグの中でもやっぱり伝統の一戦なんて言われて比較され、はい、ますけれども、ちょっとねまた来シーズン以降こういったドラフトの選手たちがどういうふうな成長をして戦っていくのか、まあ、そうだな、楽しみですし、はい、この中で誰が一番早く一軍出てくるのか、マウンド踏むのか、グラウンドにいるのか。それは金丸だろ。あの巨人と阪神の中ですね。あ、巨人、巨人、あ、巨人と阪神ね。そうです。まあ浦田だな。巨人の浦田選手が速そう。速そうだと思う。井原は、うん、まあ仮にローテーション入ったとしても、うん、そんな一番手でいかないでしょ。もうそうですね。そうだろ。はいはい、何日か経ってからでしょ。はい、浦田はなんかいち早くダイソーでもありそうだし。デビューしそうですかね。うん、守備固めでもありそうだし、うんうん、だからそういう意味では浦田かなっていうふうに思うけどね。なるほど、はい、皆さんもぜひちょっとね今日の動画を参考に春のキャンプから楽しみにしていてください。はい、はい。